臨時航空隊とは、日本陸軍がジンタオの戦いのために創設した航空兵力である。8月23日、有川高一公平中佐を隊長として、飛行、気球各1個中隊から編成。この時、臨時軍用気球界の保有機は16機で、その中の作戦可能機の垂直尾翼に、国籍標識、曲実を記された。操縦症候。 徳川義徳公平大意、長沢健次郎公平、内藤国太郎公平、真壁助松不評、深山聖人公平、坂本正彦不評の、各注意、武田次郎市長、小関館3不評商員の8名偵察将校、広中公平少佐他に名ら沈騰攻撃の、臨時航空隊飛行中隊将校9名、同窓等官2名、下士卒57名、軍属16名、 出陣と沢から官民の感想を受けながら、鉄道で広島まで輸送、宇治河口から山東省に向かい、新田を派遣軍独立18師団に変合。特に飛行中隊は小規模ながら、初めて偵察飛行、空中戦、艦船及び軍事施設への爆撃を行った。戦闘中の飛行中隊の出動回数86回、飛行時間延べ89時間、爆撃15回、 10日爆弾44発が記録されている。外線12月1日臨時航空隊の一部が、所沢駅に帰還、尋常化6年生以上の生徒が駅で出迎えた。飛行機新道入り口には外線門が作られ、山田五福店では店頭に宿外線の看板を設置、夜は町主催の町灯行列が行われた。 大正4年1月1日には、前年12月30日横浜入港の臨時航空隊が午後7時に、所沢駅に帰還した。この時の戦利品が、所沢航空参考館にも展示され、ドイツ製の大核の庫は、現在も残されている。装備詳しくは、MF-7 を参照大日本帝国海軍の水上規模艦、若宮所属の2機のモーリス・ファルマン水上気単発、 複座偵察機。全長7.87メートル、全幅10.88メートル、エンジン、ノーム 50HP、武装、不明、最高速度、時速110キロメートル対象2年に、フランスから購入された機体。原型のニューポールナノメートルを少し小型化し、馬力が半分となっている。座席は、並列複座、つまり横に並んで座る形式になっている。 一機買っただけで終わったようだが、後年これを元にした地上活動練習機が数機作られている。ありがとうございます。